蛍光 X 線分析法によるハロゲン分析についてご紹介させていただきます。今回はいくつかのハロゲン元素の分析事例を通して蛍光 X 線分析の良さやその目的に合った装置を紹介していきます。今回視聴されている皆様はおそらくハロゲン元素の分析でお困りになっている方が多いと思われます。皆様ご存知かもしれませんが おさらいとしてハロゲン元素の分析ニーズにはどういうものがあるのかご紹介します今回は3つ例を挙げますまず生産設備の腐食対策です塩素を含むオイルや固形燃料といったものを燃やすと燃焼炉を痛めてしまう可能性がありますそのため燃やす前に塩素の分析をしておく必要があります次に環境規制についてです プラスチックの難燃剤に塩素や収素を使用しています。難燃性プラスチックを同様に燃やすと、大オキシン類などの有害ガスが発生してしまう恐れがあります。近年、環境問題への意識の高まりから、製品や廃棄物のハロゲンフリー化が進んでいます。そのため、出荷や処分をする前に、塩素や収素の分析をしています。最後に、 半導体、電子部品や基板の不良対策についてですこれらの製造現場で使用される有機溶剤や原料となるファインセラミックスなどにハロゲン元素が含まれていると腐食や変質が起こり機能や性能を劣化させる恐れがあります製品のぶどまりを高めるためこれら材料のハロゲン元素の分析が行われております このようにさまざまな業界からハロゲン分析のニーズがあります。今回これら課題に対し、蛍光 X 線分析で解決ができます。ここで蛍光 X 線分析法について紹介させていただきます。蛍光 X 線分析法は XRF と呼ばれており、以後 XRF と表現します。 まず、X r f の原理にについて簡単に紹介します X 線管から発生した1 g X 線を資料に調査すると、資料中の元素に応じて蛍光 X 線が発生します。これら蛍光 X 線を検出することで、蛍光 X 線スペクトルを得ることができます。このとき、元素ごとに決まった位置に蛍光 X 線のピークが現れます。 これを利用して検出されたピークの位置から元素の種類を、そのピークの強度から元素の含まれている量を知ることができます。ハロゲンの従来の分析方法としては、イオンクロマトグラフィーや ICP が用いられておりますが、これらの方法は資料調整や分析装置のメンテナンスに手間がかかり、作業効率はあまり良くないという声を伺います。 これら問題点を XRF であれば解決ができます。例えば、簡単な資料調整ができることです。具体例は後ほど紹介しますが、XRF は資料調整が非常に簡単にできるため、作業者の業務軽減につながります。また、誰が調整しても安定な結果が得られます。次に、日夜会分析が可能です。 原理上、測定時に資料を破壊せずに測定ができるため、他の手法とのクロスチェックや資料の保管が簡単です。最後に、XRF は迅速に分析結果を取得することができます。先ほど紹介したように、資料調整が簡単な上、測定にかかる時間が短いです。そのため、生産性の向上につながります。このように、 XRF は様々なメリットがあることから、ハロゲン分析の新しい手法として、今回提案させていただきます。提案するにあたり、まず、理学の XRF のラインナップの一部を紹介させていただきます。XRF は大きくに分けて、2つの光学系があります。左のエネルギー分散型、いわゆる EDX という方式と、右の 多長分散型、いわゆる WDX という方式がございます。2学の EDX の製品では、左から NEX-DE、NEX-CG などがあり、WDX の製品では、左から卓上型のスーパーミニ200、大型機の ZSX プライマス4などがラインナップとしてあります。各装置、 理学独自の工夫が施されており他者他の分析手法ではできないことも理学の装置であれば実現可能です今回の発表では皆様の分析目的や元素に応じて装置をご提案させていただきますそれでは本題に入りましょう今回は周素塩素フッ素の順に分析例をご紹介していきます それでははじめに、プラスチック中の収素分析の例について説明をします。近年、廃プラスチックの再生利用が広まっています。しかし、難燃剤に使用される収素化合物、でか b d e が環境に悪影響を及ぼすことから、再生利用の廃絶対象となっています。そのため、廃プラスチック中の収素分析が重要となっています。 ハイプラスチック中の収素のスクリーニング分析法として EDX の XRF が使用されています。今回ですね、左に示すノートパソコンと同じくらいのサイズの NEXDE を用いて、右の 1cm 角のプラスチック片に含まれる収素の分析を行いました。測定方法は至って簡単で、装置の測定部に置くだけです。そして、右の写真が実際に資料を測定した時の様子です。 NEXDE は装置内にカメラを搭載しております。また、測定径を10ミリ、3ミリ、1ミリから選べるため、いろいろな形や大きさの資料を自由に分析することができます。写真の赤丸で囲まれる範囲が測定領域となります。今回は測定径を3ミリにし、約2分の測定を行いました。そして右下に示すのが分析結果です。 今回のプラスチックを測定した結果、収素の分析値は 7ppm でした。このように短時間で簡単な操作でプラスチック中の収素を分析することができました。プラスチックは炭素が主成分のため、収素のピーク周辺に重なる妨害ピークが少なく、EDX でも簡単に収素を分析することができます。次に、 塩素の分析例について2つご紹介します。塩素の分析では品種や濃度に合わせて装置を選ぶ必要があります。例えば有機溶剤中の ppm レベルの塩素を分析するためにはどんな装置を使うのか紹介していきます。写真で示すのが理学のエネルギー分散型の装置のハイエンドモデルにあたる NEXCG です。この NEXCG は 独自の偏光光学系を採用しており幅広い元素に対し最高の分析を提供できます例えば一般の EDX が苦手とする PPM レベルの塩素分析も可能ですそれでは偏光光学系について詳しく紹介していきましょう左の図が偏光光学系の模式図になります偏光光学系は2次ターゲットを介した 1GX 線を資料に照射させる光学系になります 変更光学研にすることで右の図に示すように一般的な EDX のスペクトルと比べピークとバックグラウンドの比が向上しますそのため微量の塩素分析も可能となりますそれでは実際の分析例を紹介します先ほどご紹介したように触媒の効果の劣化や製品の腐食などを引き起こす恐れがあるため なるべく塩素を取り除きたいという声があります。そこで今回、溶剤中の塩素を NEXCG で分析を行いました。まず、測定までの流れについて紹介します。液体資料を測定する場合、写真で示すような測定用フィルムが貼られた容器に液体資料を注ぎ、装置に置くだけで準備が完了です。あとは測定のボタンを押すだけです。 作業としては5分もかかりません。次に分析結果を見ていきましょう。右の図が測定したときに得られた塩素のスペクトルです。250ppm の塩素の検出はもちろんのこと、変更光学系を採用している NEXCG では、低バックグラウンドを実現しているため、5ppm といった微量の塩素のピークを検出できました。変更光学系を使っていない一般的な EDX だと、 濃い青色の 0ppm のスペクトルがもっと高く、赤色の 5ppm との差を検出しにくくなります。このように変光光学系の利点を見ることができます。また NEXCG では、パラジウムターゲットの X 線管を採用しているため、ロジウムターゲットの X 線管で問題になる塩素への散乱性の重なりを軽減することができます。 先ほどの例では PPM レベルの塩素の分析について紹介しましたがそれよりも低い濃度の塩素例えば 1PPM 以下の塩素を分析したいというニーズもございますこういった場合どんな装置が活躍するのでしょうかオイル中のごく微量塩素の分析例を用いて紹介しますこちらのスライドで示すのは2つの XRF の光学系です 先ほどまで紹介していた XRF は左の EDX という方式でした。この手法は装置をコンパクトにできるのが特徴です。しかし装置に使用する検出器の特性上、係数上限の制約により微量分析では別の主要元素由来のピークによって分析が困難となってしまうことがあります。 一方で、右に示す WDX は装置内に分光器を搭載する手法で、この分光器に使用する結晶によって分光後の蛍光 X 線を測定します。そのため、主成分元素由来のピークの影響を受けないのが特徴です。また、WDX は特に塩素やフッ素などの軽元素に対し、高分解能かつ高感度に分析することが可能です。 それでは、この WDX でどこまで微量の塩素を分析できるのか一緒に見ていきましょう。今回はオイル中の塩素の分析を例に紹介します。装置には左の写真の卓上型 WDX スーパーミニ200を使用しました。次に資料の測定までの流れについて紹介します。先ほどの溶剤分析と同様に、 容器に液体資料を注ぐだけですあとは右の写真のように装置に置くだけです。次に測定条件について紹介します。塩素を高感度に測定できる分光結晶 RX9 を使用してピーク150秒、バックグラウンド150秒で測定を行いました。 今回は0.5から1 1 m g ラムの範囲で塩素の検量線を作成しました。ご覧の通り、作成した検量線はきれいな直線性が得られました。また、検量線から算出した検出加減は0 1 m g ラムすなわち 0.1ppm でした。このようにスーパーミニ100を用いれば簡単かつ、 1ppm 以下のごく微量の塩素を分析することが可能です。では、まとめとして塩素分析において最適な装置をご紹介します。塩素の分析では分析したい品種や濃度に応じて最適な装置を選びます。例えばですが、ハイプラスチックなどに含まれる 1000ppm レベルの塩素を分析したい場合は、一番左に示す ネックスやその隣の隣を選択しますこれら装置は EDX の中でもサイズが小さく設置環境に困りません次にセラミックスや完了中の 10ppm レベルの塩素を分析したい場合は NEXCG をそしてそれよりも濃度が低い塩素を分析したい場合はスーパーミニ200を選ぶことで解決ができます 最後にフッ素の分析について紹介します。塩素の分析では EDX、WDX と品種や濃度に応じて選択してきましたが、フッ素を分析する場合は軽減素が高感度に分析できる WDX を選択します。今回例にスラグ中のフッ素分析について紹介します。 スラグとは鉄鋼の生成過程で発生した副産物になります。このスラグは土木や道路用の原料に再利用されております。このスラグの中にフッ素が含まれていることもあるため、フッ素分析が必要となっております。今回スラグ中のフッ素分析を先ほども紹介しましたスーパーミニ200で測定を行いました。まず資料の測定方法について紹介します。 粉末の資料の作成では、先ほどからご紹介しているようなフィルムを貼った容器に入れて測定することもございますが、フッ素を分析したい場合は、フィルムによってフッ素の蛍光 X 線が吸収されてしまい、分析が難しくなります。そこで今回は、右の写真のようにリングに粉末資料を充填し、プレスします。成形性が悪い場合は、 成形除剤を添加することで解決ができます。今回はですね、成形除剤を入れて、えー、しっかり固めております。資料が成形できれば、あとは装置にセットするだけです。一番右の図がスラグ中のフッ素の腱量線になります。作成した腱量線は、 0.1から0.5マスパーセントの範囲で良好な直線性が得られました EDX では検出が難しいフッ素も WDX であれば定量が可能ですそして今回作成した検量線から算出した検出加減は0.04マスパーセントでしたここまで紹介してきた装置はすべて 卓上型の装置でしたが、理学では卓上型と比べ、出力の高い X 線を照射できる大型の WDX もラインナップであります。出力に応じて感度も向上していきます。それでは大型の WDX だと、どこまで分析ができるのかを紹介していきます。今回ですね、卓上型のスーパーミニ200と、 大型のゼーセックスプライマス4で比較を行いました。スーパーミニ200の出力は 200W に対して、ゼーセックスプライマス4は最大 4kW の出力で測定が可能です。今回、岩石資料に含まれているフスを分析して比較を行いました。右の図が2機種で測定したときのフスのスペクトルになります。左がスーパーミニ200のスペクトル。 右が S のーセクスプライマス4の方がフッ素のピークを10倍以上検出していることがわかりますこのようにですねゼーセクスプライマス4を使用することでより微量のフッ素の分析も可能となりますではフッ素分析についてのまとめを紹介しますフッ素を分析したいときは 軽減素を高感度に分析ができる WDX を選択します。そして分析したい濃度に応じて装置を選んでいきます。例えば、濃度が低い場合は出力の高い大型機の JSEX プライマス4がおすすめとなります。それでは今回の発表のまとめをさせていただきます。 今回はさまざまな資料に含まれるハロゲン元素の分析例をご紹介しましたが、どれも簡単な資料調整法で、かつ迅速に良い分析結果を得ることができました。また、理学は皆様の分析したい目的に応じて最適な装置をご提案させていただきます。以下に今回紹介した事例とおすすめの装置をまとめました。まず、プラスチック中の収素分析であれば、 コンパクトな EDX である NEXDE を有機溶剤の PPM レベルの塩素分析であればハイエンドモデルの EDX である NEXCG をオイル中の 1PPM 以下といったごく微量の塩素を分析したい場合は卓上型の WDX のスーパーミニー100を最後に粉末飼料中のフッ素特に低濃度を分析したい場合は WDX の大型の ZSX プラスこのように理学の XRF であれば皆様がこれまでお困りであったハロゲン元素の分析に対して解決できます今回の発表でご興味をお持ちいただければ幸いですどうぞお気軽にご連絡をくださいこちらのアドレスがお問い合わせ先となっております 今回のハロゲン元素の分析に限らず、どんなことでもお問い合わせください。我々理学の分析会員が皆様の悩みに対してご回答させていただきます。以上をもちまして、蛍光 X 線分析法によるハロゲン分析についての発表を終了します。それでは、この後皆様からいただいたご質問に対してご回答させていただきます。